はいどうもリンドです。では今回も前回に引き続きフィギュア紹介の動画です。ということで今回紹介するのはこちらアンルシアです。ということでアンルシアはね初めて多分動画で紹介するものになるんですけれども、私のツイッターとか見ている方だとなんとなく見た方もいるとは思うんですけれども、今回は、アンルシアの方ですね、紹介させていただきます。ということでね、魔王がいて、勇者がいて、そして、リントがいるという形でね、主人公と勇者、盟友と、そして、故郷を滅ぼした魔王とが、今一斉にね、並び立っているという状態ですね。はい。で、こっちはね、SH フィギュアーツの5階レッドだよって言ってて、こちら SH フィギュアーツのボディちゃんだよって話をしてたんですけれども、こちらはピコニーモの素材をそのまま使っています。ピコニーモを買ったやつをね、素材使ってて、下に着てる服はそのピコニーモに合うアゾンの服を着せて、その上のこの、ここのね、マントに関しては、私の方で作りました。こんな感じでね、作りました。そして、ここにね、本当はね、模様があるんだけど、模様描くとね、なかなか難しかったので、省きました。で、実は、この、アンルシアなんですけど、衣装を切り替えることによって、ムストのね、衣装に切り替えることができて、ちょっと残酷なので、首外しますね。実はこれ、頭もね、改変できるようになっています。ちょっと目はね、ちょっと大きいかなとか思ってるんですけど、割とまあいいんじゃないかなと。顔もね、3個ぐらい作りました。普通の通常顔と、こうちょっと食いしばってるというか、攻撃を受けた時の顔と、ちょっとやられそうになった時の顔ですね。と、ちょっと怒り顔ですね。という形で3種類作りました。はい。では、これもちょっと、顔をね、変えることができて、頭にね、これをつけることで、ムストの時の、見た目にすることができます。よいしょ。はい、こんな感じですね。で、ちょっと外しますね。実はここ、ボタンになっていて、こっちがこういうボタンね。で、こっちがこういう。ボタンになっていて、このように取り付けすることができます。こんな感じね、こんな感じ、こっちも同じ、こんな感じでね。で、ここも、まあ、動きをつけられるようにするためにこう元々なってるんですけど、ここも外すことができて、元々素材に使った、顔が、ここが稼働できるようになってたので、その稼働を活かしてこのようにしてます。で、この顔にこの上からこのヘルメットみたいな感じでグッとはめ込んであげるだけで、はい、こんな感じ。はい、こんな感じでムストの時の、衣装の頭にすることができます。で、こっちもね、裏にここにボタンがあるので、このボタンを外して、よいしょ、ちょっと硬いんだよねここね、よいしょ、ここ外して、マントが取ることができるので、この勇者のマントを取って、これね、普通に脱がしちゃうとね、パンツしか履いてないんでね、上はね何もつけていません。はい、なのでちょっと隠しながらね、着替えさせてみますね。よいしょ、こんな感じで服が取れて、こちらがムストの時の衣装ですね。こちらをつけ、着せていきます。少々お待ちをということでね、ムストの方の衣装はほとんど、手縫いと、接着剤を駆使して、ほつれないように、作りました。で、結構ね、なんか作ってるうちにね、これで合ってんのかなとか思いながら作ってはいました。なんとかできてはいるんですけどね。よいしょ。これムストの時の上ですね。胸当てというか、おっぱい隠してるだけのあれですけどね。よいしょ。で、アンルシアを作りたくなった理由なんですけれども、バージョン 4.2 かな、
アンルシアと一緒に共闘する場面があるんですけども、あの場面の最後のシーンがねめっちゃ良くてね、そのシーン再現したくて作りました。そのシーンね、一応写真は撮ったんですけれども、ちょっとねアンルシアの方がちっちゃいなっていう状態ではあります。この後、スライドショーの方にもそちらの画像はね、入れていきたいかなと思うので、ぜひぜひよかったらこの後のスライドショーの方も見ていってください。よいしょ、もう少しで着せ替えが終わります。そうなんで、最近ねゲームとかほとんどしてないで、こっちのねフィギュア作りばっかりやってました。よいしょ、はい、ということで、はい、こちらが、ムストの時の衣装ですね。こんな感じで胸のところも、ちょっとほつれた部分があって、ちょっと、接着剤ついたりしてますけど、こんな感じで、後ろから見るとこんな感じ。後ろはね、ちょっとここにボタンがあるので、お尻がボコって出ちゃってるんですけど、そこはご愛嬌ということで、あとここにもボタンがありますね。で、こんな感じで、なんか道具袋みたいなのが、この裏のここのところに。ついてます。まあ何も入れてないですけどね。はい、でリントと比べるとアンルシアの方がちょっとちっちゃいっていう状態なんですけど、はい、こんな感じで着せ替えも可能です。まあ、着せ替えするとねこの髪の毛がちょっと余っちゃうんですけどっていうところではあります。こんな感じでね、はい、ということでこのように着せ替えも可能です。で着せ替え自体はね、今まで紹介したようなこういう服とかも着せることができるので、ラフな格好とかもアンルシアにさせることができます。はい、ではこの後にね、アンルシアのちょっとポーズだったりとか、ちょっとつけてね、動画じゃないや、写真撮ってスライドショーを入れていきたいと思いますので、こちらの方もよろしくお願いいたします。はい、ということで今回はアンルシアの、フィギュアの方の、自作フィギュアの方のね、ご紹介でした。以上、リントでした。この後のスライドショーも見てってね。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。